Y 染色体ハプログループの系統と分岐年代。で、アフリカ組の海系統の放散は約5万年前に集中している。P から R と Q への分岐は例外的に約3万5千年前に起きている。Y 染色体ハプログループとは、不系で遺伝する Y 染色体のハプログループのことである。ハプログループは同じハプロタイプに属する人々の集まりである。 Y 染色体の SNP は、突然変異により生まれ、新たなサブグループを形成する。Y 染色体ハプログループの世界拡散を表す、想定地図以下、系統と分布を示す。言語学上の語族の分布と相関性が高いが、外見上の人種区分とは違うパターンが少なからず、ある。Y 染色体ハプログループの拡散と人種。褐色がネグロイド、青色がオーストラロイド、 黄色がモンゴロイド、桃色がコーカソイドサキタニ、先きたにみつるは人類の Y 染色体ハプログループがでアフリカ後にイラン付近を起点にして南ルート、北ルート、西ルートの3ルートで拡散したとしている。すなわち、南ルートを取った集団がオーストラロイド、北ルートがモンゴロイド、西ルートがコーカソイド、必須アフリカがネグロイドということになる。ありがとうございます。